こんにちは、たくみです。奇跡的に会いました。すごいバカンスバカンスしてていいですね。すごい楽しくなりそうです。そしてこの船に乗っていきますね。コーシーちゃん、あっちの方向に船で45分ぐらいですね。今日ちょっと天気悪いので今島ぼんやりとしか見えてないですね。ということで船に乗り込みました。こんな感じですね。今出発の10分ぐらい前だと思うんですけど、人ガラガラですね。というのもここ2階席だけじゃなくて、ここ下にも席が同じぐらいありますね。しかし外はガラガラです。そして ポンちゃんの格好もめちゃめちゃ可愛くなってきてます。格好が僕に似てきてますね。黒いシャツだったりめちゃめちゃ派手なズボンを着ています。はい、それめちゃめちゃ可愛い。はい、ということで今船を走らせているんですが、船がめちゃめちゃ傾いてます。こんな感じで左にめちゃめちゃ傾いてます。さっきの近しかこっちに動かさせてたんですが、全然傾いてます。そしてめちゃめちゃ格好もリゾート感が出てます。そんな救命具をつけてます。海鳥がめちゃめちゃ飛んでますね。はい、ということでシーちゃん島に着いたんですけど、島の全部をこんな感じですね。結構丘の上にホテルとかあったりして結構栄えてる感じがしますね。ここシーちゃん島はバンコクから一番近い島と言ってもいいんじゃないでしょうかね。細かい定義で言えば近い島はいっぱいあると思うんですが、ちゃんと人が多く住んでいるでかい島はこのシーちゃん島がバンコクから一番近いと思いますね。しかし上陸しました。しかしこのシーちゃん島、僕は初めて来ますね。はい、そうだセブンティアな、はい、ということでコシーちゃん島のふ頭こんな感じですね。あんまりでかくはないけどこじんまりしてて可愛い感じです。バイバイ。どう行きたいな。そしてこんな感じですね、シーちゃん島の入り口。天気はめちゃめちゃ曇ってるんですけど、もうこの子といるだけで僕の心が晴れますね。海沿いなんですけど、おおトカゲがやってきてますね。はじめびっくりしました。ポンちゃんが道沿いで見つかけたんですけど、この島、オオトカゲが生息していますね。こんな感じで、もう無敵という感じで島を歩いてます。これ普通に道で歩いててびっくりしましたね。大きさ全長 1.2 メートルぐらいですかね。ということで今島でトゥクトゥク乗ってるんですけど、細い道を爆走してます。いやすごいですね、このトゥクトゥクこんなとこ入ってってくれますね。ちょっとちょっと街とは感覚が違いますね。そして道の雰囲気とかもすごいいいですね。シーちゃんとこんな感じで王道に店がいっぱいありますね。そして後ろこんな感じですね。シーちゃんとちょっと小高い山とかもありますね。そしてポンちゃんもつくつくめちゃめちゃ楽しそうですね。やっぱりすごいいいですね。人も、島民が思ったより結構多いって栄えてますね。街とかもこんな感じです。ここに来たかった理由はバンコクからすごい近いというのがありますね。よくタイには来る、バンコクには来るけどなかなか離島まで行けないという人にここを紹介したいのもありました。そして一人で来るのもすごいいいかもしれないけど、
女の子なんとかナンパしてここに来るのもいいかと思いますよ。このチャンネルではちょっとパタヤの夜の女性とかは紹介してないんですけど、そういう女性をナンパしてこういう新ちゃん島まで来るのもいいかと思います。いやでもこういう、素人の女の子と来るのがやっぱり最高だと思いますね。期間なども気にせず、お金とかのやり取りとかも気にせず、イチャイチャできるのですごい楽しいと思います。はい、ということで今夜のシーちゃん島を歩いてるんですけど、こんな感じですね。ここが町の中心地ですね、町の中心地こんな感じですね、もうちっちゃい島なので中心地でもこれぐらいしか人がいませんね。いやでもなんやかんやお店とか多いですね。そしてお店も安くていいですね。そして夜の美女とのデート、ここが本通りですね。こんな感じで屋台とかも出てますね、屋台出てると言ってもここの中心地あっちで終わりですね。もう何もないです。漁師関係のものとかがいっぱい並んでますね。はい、ということで夜の埠頭に来てます。夜の埠頭もめちゃめちゃ雰囲気がありますね。こんな感じで船とかも止まってたりします。こんな感じで謎のタワーもありますね。そして今は夜デートセブンで食べ物を買った後、港で食べようということでここに来ました。すごい下等な感じのデートですが、やっぱ島だと何でも雰囲気が出ますね。ということでしーちゃん初のディナーデート、こんなところですね。船の待合所です。いやでも普通のレストランよりめちゃめちゃ雰囲気がありますね。景色もいいし、やっぱ僕漁村とか港好きですね。船とかがいっぱい泊まってる雰囲気すごい好きです。そしてしーちゃんと崖の上にこんな感じでホテルとか、ちょっと見えにくいんですけど、あれも仏教関係の建物だと思いますね。ストゥーパみたいなものですかね。そしてやっぱり、この相手がいいですね。ゲットゲットな感じですけど、晩ご飯楽しんでます。今レンタルバイクを借りましたね。でポンちゃんの運転感覚で始まっています。ポンちゃん完璧、ポンちゃん完璧、いいわけだ。そして海も綺麗ですけど、やっぱりこの美女知られないぐらい綺麗です。おいしいの？全然全然。あらいなか。足に何か刺されてます。マイク、マイク。今回この子水着も持ってきてくれてるんですが、やっぱり水着がなくても、この子ショートパンツだけでめちゃめちゃ可愛いですね。水着並みの魅力があります。